ちょっとしたきっかけが未来へ紡ぐ初めの一歩に、幸せの種。今回幸せの種をまいているのは、古民家の解体をなくすための取り組みを行っている山上博明さん。私たちは空き家となった古民家を壊すのではなく、丸ごと生かすことで新たな価値を生み出してきました。こちらの古民家もそのままアップサイクルした建物です。山上さんたちは借り受けた古民家を現代の空間にマッチしたリフォームを行い、再生した古民家と新たな利用者をつなぐ取り組みを行っています。最初は土蔵で、その現在風っていうよりもその昔のこの古い建物にマッチするように造作してもらったという、素晴らしいと思います。山上さんの幸せの種とは。古民家にはかつての木組みの技術や自然素材の理解と暮らしの知恵が詰まっています。古民家を壊すのではなく、日本固有の財産としてその価値を見直して今の社会に送り出すことはできないかと考えたのが、この取り組みを始めたきっかけです。また山上さんは再生した古民家をセミナーやイベントのスペースとして提供することで、スタートアップ企業の支援にもつなげています。山上さんが未来に咲かせたい夢。サステナブルな社会とは、良いものを長く使う社会だと思っています。古民家を残すことによって、持続可能な経済の循環と職人の技術が未来へつながってほしいです。古民家が持つ文化的な価値が豊かな未来を作る。あなたの幸せの種は今どこに？